下村忠介は日本の海軍軍人。第一次世界大戦で艦船部官として戦死した海軍中佐である。海大公主十期主席、小6位、訓四等工四級。1881年10月8日、山形県米沢市に生まれた。下村忠介海軍中将は実定である。幼くして母と死別し、父と共に、 北海道根室に移住したが、中学進学のため帰郷し、米沢中学に進んだ。翌年父を失っている。1899年に海軍兵学校に入校し、1902年12月、187名中8番で卒業した。百武言語、松山茂のほか、今村信次郎、松浦松美、池田光平ら同郷の7名が同期生である。 松島乗組として遠洋航海に参加。帰国後、常磐乗組となり、海軍将尉に任官。同艦乗組として日露戦争改戦を迎え、篠の目乗組として日本海海戦に参戦した。その後再び常磐へ廃場となり、何は、須訪、香取の各分隊長心得を歴任した。海軍隊員へ進級後、生駒マ分隊長を経て、 練習艦隊参謀として、遠洋航海に参加。海軍兵学校36機らの指導に当たる。36機は、長雲忠和、沢本頼りらのクラスである。横須賀陳寿府副官研参謀を経て、1910年に、同期生中最初の海軍大学高校主学生となる。海大同期生は、佐根寺正造、高橋三吉、藤田久則らで、 下村は、主席で卒業した。その後、海大専科学生となっている。1912年12月海軍少佐へ昇進。淀水雷町を経て、軍令部参謀として、海軍中央勤務となり、ついで海軍省副官兼海軍大臣秘書官となる。当時の大臣は、八代六郎、加藤友三郎であった。1915年9月8日、 イギリス駐在となり、艦船武官として、イギリスの巡洋戦艦クイーンメリーに乗艦したが、1916年5月31日に、クイーンメリーは、第一次世界大戦中最大の海戦となった、ユトランド沖海戦で撃沈され、妻と数ズメを残して、下村も戦死した。34歳没、同日付で海軍中佐に特進。その葬儀は、海軍葬として、 東京で取り行われた。大正3、4年戦役海軍戦士者中根録では1月8日、生まれとなっているが、兵衛学校卒業時の年齢が21歳3月で、あることから、10月生まれが正当と判断した。大正3、4年戦役海軍戦士者中根録、ピアニッシュも5から6、米沢京上官人国旗、今村信次郎、官報大戦155号。 大正5年6月8日、官報第6212号、除人及び、事例1904年3月19日、官報第6494号、除人及び、事例1905年2月25日、官報第3729号、除人及び、事例1907年12月2日、官報第159号、除人及び、 事例1913年2月12日。ABC、官報第1155号、序任及び、事例1916年6月8日。官報第144号、序任及び、事例1913年1月24日。ありがとうございます。